東川町北牛森林公園家族旅行村、東川町北牛森林公園家族旅行村は、北海道上川郡東川町にある森林公園、森林レクリエーション施設。東川町の北側に位置しており、北牛山の斜面一帯に広がっている。園内には、上川館内最長となる、ゴーカートや池などがあるほか、展望閣などの展望台からは、東川から、 朝日川市街までを一望することができ、高天寺の南展望台からは、大雪山系と勝ちだけ連邦を見渡すことができる。また、アウトドア施設として、パークゴルフ場、スキー場、温泉、長期滞在可能な宿泊施設ケビンがあるほか、ゴルフ場、コート朝日川カントリークラブが隣接している。暮らし楽しく、フェスティバルなどのイベント会場になっている。積雪期には、 スキー場の全日本スキー、連盟公認クロスカントリーコースとは異なる一周、約1キロメートルの歩くスキーに適したクロスカントリーコースが炎症面に解説される。人牛山は、かつてこの地が海底であったという痕跡のチャート、大雪山系の山々の火山活動によって、噴出した火砕流や溶岩などが冷え固まった安山岩を確認することができ、 複雑な追い立ちによって形成した産業であると考えられている。また、人牛森林公園の森では多くの草花や野生動物が確認されており、植物は数百種が生育しており、春にはエゾ山桜や芝桜、秋は落葉紅葉樹が多い人牛山では紅葉が見ごろとなる。野生動物は北海道内に生息している。 主な哺乳類のほとんどが、キトウシ牛山周辺で暮らし、赤ゲラ、山ゲラ、五ウから、コゲラ、エゾライチョウ、シマイナガ、トビなどは一年を通して観察することができる。昆虫は、オニヤンマや、エゾイトトンボ、オールリボシヤンマなど、市街地ではなかなか見ることのできない種類のトンボを見ることができる。水辺では、ニホンザリガニの生息が確認されている。このように、 人牛山では一年を通して自然や動物と身近に触れ合うことができる里山になっている。情報センター物産センタージャブジャブイケケビンふるさと生活体験の家キャンプ場人牛高原ホテル NPO 法人大雪山自然学校森林体験研修センターゴーカートコース子供広場パークゴルフ場キャンモアスキービレッジありがとうございます。